左肩の方が上がってますね。左肩の方が上がってます、うん、上がってます。はい、はい、失礼します。はい、はい、大丈夫ですか。睡魔がね不思議。だからやっぱりリラックスっていうとか、うん、あら、は、痛い痛い、この辺ですかね。はい、はい、肩の可動域を調整する、はいはい、痛いんですけど、ね、痛すぎない範囲。そうです、この辺そうなんですけど、バキッてやったらもう、はい、バキはしないですすごい怖いですからね。この辺大丈夫ですか。はい、はい、体ね、結構細いですもんね。細くないじゃないですか、何を言ってるんですか。いや、なんか腕とか細いじゃないですか。あ、そうなんですか。うん、思います。ほんと、痛っ、伸びてるね。気持ちいいはずですよね。あー、血が通った、うん、血が通っていく。なるほど。見てますか、うん、ね、これでさっきより左右差が、うんうん、なくなりましたね、はい。ちょっと今更なんですけど、あ、はい、さっき、うん、こっち向きになってた時に左足踏んでもらったじゃないですか。こっちはやらないんですか。あの踏むの、うん、踏むやり方ありますよっていうので、あ、紹介ね。そうそうそう、そうです、ね、いや、なんかこう平行が、はい、なんかでも手ではやってるので、でね、はい、ほぐすようにしてます。はい、ふと思った。あ、すいません、今思った、はい、そうですね、やった方が良かったですかね。同じような方がね、はい、確かに。おお、ゴリゴリですね。これゴリゴリするじゃないですか。はい。これ何？いて。ちょっと鬱血してるんですね。だから血管とか。うん。その筋、筋肉の筋っていうのがゴリゴリする感じですね。はい、すごい、うん、え、こんなの感じるんだ。そうですね。うわ、いった、うん、あ、その、うん、角の部分痛いですね。あ、そうですね、これ結構怒ってるとここら辺が角の部分が出ます。じゃあ誰かにはちょっと怒ってるんですか。まあ誰かか何かかわかんないですけど、うん、イライラしたりしてる？うん、あるんじゃないですか。なんだろうな。いたたたた。うん。そこもそうですか。うん、そうです、ね。イライラしてる？怒ってる？でも、なんていうんですか、そのイライラって言うと、人に対してっていう感じですけど、うんうん、でも思い通りにならない自分の体に対してだったりとか。あ、なるほど。暑さでとかね。まあそうですね、うん、そのそうですそうです、あの不快指数ってあるじゃないですか、うん、やっぱりこう環境の不快感とかによっても引き起こされるので、うんうん、そうです、いろいろですね、やっぱ空気が汚いとかでもやっぱりあるし、
それこそ鼻詰まってるだけでもやっぱイライラってあるので、うんうん、やっぱ体がだったり周りの環境が快適じゃないっていうことは、うん、いろいろストレスにはなりますね。うわぁ、痛い強いですかね。大丈夫です。はい、おー痛い。これが結構やっぱり過敏というか凝り方が強いというか、うーそ、うん、うん、そうなんですね。そうですね、うえはあ、年より何よりリアクションが大きいですね。いや違うんですよこれ、痛え、うおうおー、あーそこー声でしかないですね。そこそこかなんか声出すお仕事、いや違うんですよ、いいですね、ほら声出した方がいいって言うじゃないですか。あ、そうですね、出た方がいいですね、うん、はい、我慢しない方が、はあ、おお、来た来た、いい、そんなでもないですね、うん、こっちは全然気持ちいいぐらいな、うん、なんだろう、あんまり感じないぐらいですね、うん、感じないっていうのもちょっと良くないですね。来た来たな、来たよね、来てる来てる、いらっしゃいって感じ、本当に。はあはあ、ああ、これ気持ちいい、ああ